ポーション切れたから、ポーション切れたというか、ポーション大量買いしてからまた寝ていくか。北の洞窟に行くのにこんなに苦労します？北の洞窟に行くのにこんな苦労すると思ってなかったですね。金のあれ買っていこうかな。ちょうどあるし。ロッケシもちょっと買っていこうか。金のあれあと3つぐらい買えますかね。結局のとこポーションゲーなんで。あ、まだか。言うてだいぶ強くなってる気がすんな。敵の理不尽には対応できないですけど。ポーションありきですよね。そんなに長い間、まっとうに戦えないですからね。特に、また洞窟の中で宝箱に前にいる中ボスとかみたいなのと全部対応できるわけでもないんで。お、来た来た来た。毒消しも、ちょっと毒気が多いんで。あと金の針も買っとこうかな。バカバカバカ、バカバカバカ。固定じゃ宝箱でもらうものです。確かここの奥に白魔法が売ってたんじゃなかったっすけ？木のせいっすけ？ここも買っとくか。ああ、いいね。ポイゾナ、バコル、ボキャルって何？あ、バコルドはいるでしょう。ポイゾナ。え、どういうこと？フィアー、ボキャル。ボキャルって何？フィアー。フィアーにしようかな。ボキャルって何？ボキャルって。ボキャルってなんだ？あ、ヘイスト？いいね、いいね、いいね。ヘイストと、あと、ブリザラ。ええやないですか。よし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 。めっちゃ強化できました。ヘイストとブリザラが一緒か。で？フィアーって何なんだろう。バコルドはコールドですよね。絶対使うんでこれから。バコルドはないと。ベッドインして、あんなにお金があったの魔法に全部つぎ込みましたからね。多分これ結構魔法ゲーな気がしますね。結局のとこ。魔法をうまくどう立ち回せれるかかな。物理もありますけど、魔法が結構大事な気がしてます。こう行って、こう行って、鳥が北の洞窟にたどり着けてないんですよね。ルートがわからなくて。これ飛空席みたいなのを持ったら飛空艇もらえるんでしょうけど、でも飛空艇もらったからって言って、そっから先もどう行けばいいかとか全然、もう完全にノープランなんで、いろんなとこに行けるようになるのは嬉しいですけど、それはそれちょっと怖いんですよね。おっしゃい。この上行けるのかな？上は行けないのか。じゃあ、あそこの上ってどうやって行くの？
この家の上の行き方が全然わからんぞ。え、本当に北の洞窟の行き方がわからないんですけど。さっきからずっとこううろうろしてるだけで。船で回るのかな。なんかそんな感じがするんですけど。船で回るんじゃないかな。全ルート行ったっすよね。行けないんすよ。船でぐるりと回ってみましょうか。わかんないですけど、こっちからは、あ、関係ないですね。なんか、このゲームならありえそうな話なんですよね。正直。カヌーから行くんじゃなくて、船でぐるりと行くんすよ、みたいな。全然ありえそう。いや、もうだいぶ強いっすわ。あとレベルが上がってるんで、HP だけじゃなくて、いろんな能力が上がってるんで。まあさすがにまだ2回ヒットが最高なんで、まあこれが3回ヒットとかに上がってきたら、もう相当でしょうよ。から行けなそうなんで、船でどんな感じかを見てみますわ。全然食らわないです。食らわないように300ありますから、耐久力。しかも攻撃力も強いと。火の打ち所がないでしょ。やっぱ魔法ね、弱いっすけどね。魔法が最強ですよ、この中では。まあ、言うて物理も100ぐらい打ってくるのがいりますけど、まあ一人だけ対応すればいいんで、そういう時は。全体に100はやっぱきついっすわ。どう考えても。よし。いいね。こっちから行けるじゃねえ的なのを持ってんすけど、どうすかね。ああ、やっぱそうだ。わかりづらいね。本当に。これ卑怯やぜ。さっき全部の可能性潰したからこれ気づいたんですけど、これずるいわ。小ずるいで。まあ、こうやって子供は成長していくってことなんですね。頭を使えと。すぐ攻略本広げるなと、ネットで。世界地図見るなと。あれはダメ、これはダメ、じゃあどうするかって考えてここにたどり着けってことですかね。すごいっすよ。すごい教育方針です。って言いながらもうこっちから行けなかったなっけどね。いや、でも、さっきこのルートは絶対なかったんで、場所は合ってますね。行き方は。先制攻撃多くない？特にこのヒドラの。
ドラさんの先制攻撃多すぎるんですけど。これないともう全然余裕なんで。あとはその北の洞窟、多分もうこのままいけると思うんで、北の洞窟の敵がどれくらいか次第なんですよね、本当に。二択を間違うか。もう多いって。ヒドラの先生多すぎるんすよ。しかも絶対50ぐらい与えてくんで。こっちで合ってそうかい？最悪これ！意味ねえだろこんな、こんないじめなことせんでもいいやないっすか。誰得よ今の。今の誰得よ、誰も喜ばんって今の。こんな、ここまで来るのに相当苦労してんのに、そこで二択みたいな分けんでよ。早く北の洞窟に行きたくなってます。もうヒドラ狩りが疲れました。もちろんヒドラと会った時に、なんつうんですか、なんか先手取られてないだけで珍しいぐらいの感じで思ってますからね。もう先手取られて当たり前ぐらいでいるんで。絶対バグだと思いますけどね、これ。さすがに、もう、回復を振ります。ま、もうちょっとテント張れるから、もしかしたらそんな全回復じゃなくてもいいかもしれないですけどね。おっしゃ、来た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 。あったで。あったで。やっとたどり着いたわ。ほんと、こんなルートって言うてくれんと、しかも弱い。でも順番的にグルグ火山からのここの洞窟だと思うんで、グルグ火山より強敵な気はするんですけどね。さすがに。じゃあテント張って、セーブしていこう。あ、いいね。なんかさっきまでターン王のあの曲ばっかだったんで、たまにはこの曲もええやないですか。わあ、最悪最悪最悪、石化やん。え、もしかしてここ強くないのかい。マミーとかカトリスみたいなのが出るぐらいだったら全然大したことないんですけど。うわ、いや、嫌がらせがひでえなこれ。強くないな、強くないっすよ、相手。でもちょっと、せこくない？組み合わせが。え？あんま長々とダラダラとは痛くないっすけどね。本当は探索、強そう。言うてたらこれっす。言うてたらこれっす。強そう。マインドフレイヤーって言ったらなんかどんどん、麻痺みたいな。なんか、脳を吸い取ったみたいな。なんかそんなイメージがあります。あ、あれ ?3? あ、ここ。ええー、ないわー。そうそう、なんかこんなイメージがあります。組み合わされるとしんどいのか。え、もしかして麻痺してる時に食らったら死ぬとかってこと？え、ちょっと待って。やばい。あれ？え、なんでハリソン死んだん？めんどいわ、こいつ。次から逃げます。逃げれるかわからんすけど。え、なんでハリソンくん死んだんすか？今ほんと。あ、めんどいわ、めんどい。
めんどいけど。あー。ファイヤー使うか。あー、こいつ、なんか、一発で殺してくるのか。もう、笑っと死のうかな。マインドフレアやばいっすね。こいつがあったらもう即逃げようかな。いや、こらずるいわ。こらひどいで。ふん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 って言いたくなる。ふん言いたるわ。なんやねん、今。いや、状態上経過、ここは。大嫌いな状態上経っすね。マリンドフレイヤーが出たら速攻逃げないと、殺されるのか。いや、ひどいな、今のは。うわー、チャンピコ。チャンピス。久しぶりじゃないですか、チャンピスさん。元気してました？もうマインドフレアに比べたら可愛いもんですよ、こんなん。あー、でももしかしたらマインドフレア逃げれない可能性、どうかな。チャンピスがでも逃げれないのは、クラウンを守ってるからっていう体だと思うんですよね。これなんか妖術系みたいなのが逃げれないっていう設定にはなってないと思うんで、大丈夫だと思いますけどね。いやー、もうさっきのは衝撃すぎて、まだダメージが残ってますよ、さっきのマインドフレアは。恐ろしいですね。対策がないっすもん。どうすれば、なんか食らう前にやっつける以外の対策がないんですよね。でも先制攻撃されたらどうするんですかと。先制攻撃されたら諦めてくださいって言ってくるってこと？そんなんやったら。ほんと運ゲーっすよね。進むのにどの敵とどのタイミングで会うとかってのがかなり重要ですよね。もう速攻っすよ、速攻っすよ。うわー、もう嫌やわ。やっぱこれ洞窟系の中とかでまともにレベリング上げができるわけがないっていうのがなんかちょっと分かってきましたね。で、長々とうろうろしちゃダメと。最悪でしょ、こんな。あんなんに先手取られて、地獄です。どうなってんの、これ。どうなってるんだい？もう、こういう系はもう逃げます。どんなことしてくるかわからんすけど、どんなことしてくるかわからんすけど、あれが逃げます。なんかボス戦っぽいね。ん？ちょっと待ってね、絶対なんかありますよね。ここがなんかその石だったらもう楽勝すぎますけどね。でも絶対なんか、逃げれんのかな？わかんないですけど、ちょっと逃げていいですか？麻痺系っすよ。逃げれないのかな？ああ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、あの穴はダメってことね。上に上がらないといけないのか。レモラーズ。戦ってみましょうか。
レモラーズぐらいならクエイクとかしてくるかな。226当たり倒せない。うわ強っ、やばい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 、こいつ強いっすわ。ハリソン組んで70くらったぞ。他のやつだって100超えますわ。上の階段が、くぅ。あの、何ですかね。落とし穴に落ちたら終わりっすね。え ?9900。すごいインフレ。インフレがひどいっすよ。これは逃げていいんすよね。これ確か全然強くないやつだと思うんですけど。いや、そんなことねえな。強いぞ。ああ、オッケーオッケーオッケー。もう一回会うのかな。ああ、ウィンターウルフ。ここも逃げれるんすよね。もう逃げまく、逃げれないのかな、やっぱ。あ、オッケーオッケーオッケー。お金いらないんすけどね。まあまあ、でも魔法変えるから嬉しいっちゃ嬉しいっすけど。まあ、さっきの落とし穴のところで囲まれてたところが石の正解なのかな。多分もう一回戦わないといけないんですよね。あ、そんなことないのか。あ、じゃあ、デフォルトで出たんじゃなくて、もう、金のインフレがすごい。まあ、でも金いらんから、ああ、最悪最悪最悪。こいつは即逃げです。こいつやったら即逃げ。マインドさんに会ったら即逃げです。学びました。どっから上に上がるんだい？あ、ここか。嫌な感じしかしないが。ですよね。まあ、逃げるけどね。この宝箱前のに、まあ、ポーション。宝箱前で会う敵が逃げれる制度は助かりますね。まあ、その、金がすごいな。なんでこんな金があるんですか？金だらけですよ。ああ、チャンピコスか。チャンピスですか。ファイラ使おうかな、さすがに。ファイラ使いますわ。こいつらもダメージいかついっすから。あんま入んないっすね。魔法使えない魔法はやっぱ入んないっすね。言うてこいつらのダメージでかいんで、嫌なんすよ。こんな奴が逃げれないっていうのがまた腹立ちますわ。じゃ、サンダラ行ってみるか。ファイラーは効かんかったっすけど、サンダラなら行くかもしんない。あ、全然違う。と、やっぱ耐性があるのかな。いいね。チャンピスターがもう5体出ようが全然余裕になってきました。マインドフレアさんに比べたら全然っすよ。しかもあんま経験値も良くないからね。そこそこ強いんすよ。そこそこ強いのは知ってるんすけど、それでもあんま経験値もらえないっす。無駄にした。おお、見てください、5万8000ギルですよ。宝箱開けすぎて。ふう、嫌な予感しかしないけど。ほら、もうギルの頃もうインフレがすごくて。お、来た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 、ありがとうございます。
アイシスシールドはでかいで。久しぶりにいい防具みたいなもらいましたね。うわっ、うわ最悪、強いんだやっぱ攻撃が。待てて待てて、先生で50を連発しちゃダメでしょうよ。タラタンタラタンタラタンって曲はいいんですけど、あれ？あれ？どういうこと？え、なんで？なんか間違ったら強制退出ってことか。ちょっとややこい神殿ですね。石灰やでよ。脳石化でお願いします。いや眠りはいいけど脳石化でお願いします。なんで今出てきた、変なルート行っちゃったら強制退出なのか。結構トリッキーな洞窟っぽいっすね。まあ、最初、行って落とされ、落とし穴に落とされたルートであってそうですけどね。あそこに石があるんじゃないかなって思ってんすよ。あそこで、石が落ち、石、穴に落ちずに、行けないかな。あれで落とされて大変な目に遭うというの知らなかったんで、そもそもが。さすがにもう洞窟に入ったら逃げる一択になりますね。フィールドで戦ってレベル上げるしかないっすね、このゲームは。もう洞窟の中で戦えないね、まともに。まともに戦えるやつがいないっす、正確に言うと。正確に、まともに戦っていいやつがいないんですよ。多分こういうのも、まあ普通に戦って勝てるんでしょうけど、でも下手しい本当にやられる可能性の方が高いんですからね。で、もらえる経験値のとか、そういうのをいろいろ加味したら、やっぱりあんま意味ないっすもんね、戦う。石が欲しい、石が。多分ここに石があると思うんですよ。で、石の取り方が、ここで、どういけばいいんだ？なんか、あるのかな？ダークウィザード。こいつは明らかにボスっすよね。逃げれないっすよね。魔法効くかな？とりあえず、サンダラーぐらいとくか。うわ、ひどいわ、それ！ない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 。え？全然ダメージ入んないよ。うわ、ないって、それ。43、32。いや、ないわ、ないわ、ないわ、そんな。ひどいな、これ相変わらず。ブリザラ行くか。よし。もうデスは一回だけなのかな？いや、デスはないっしょ。もう撃ってこないっていう、あ、オッケー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 。ないわー。フックいや、ひどいなぁ。あぶねさすがにここ逃げますよ。
げれないと。サンガー、サンガー、サンガー、ため息をつかさないでくれよ。ないわー。これが絶対あの石だと思うんすけどね。あ、間違えた。はぁ、バカした。アホなことした。いやーもう攻略はできないっすわ。このまま行ってはまた抜け出して終わりなんだよね。逃げれんのか。吹雪、マジかよ。いや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 、え、これ逃げれない系。ウィンターウルフの時は逃げましたよね。あ、逃げれないのか。アイスギガースがいると逃げれないのかな、多分。じゃあ今日はちょっとこれ終わりたいと思います。結構進めたんすけど、まあ石取ってまで終わりたかったなと思ったんすけど、ちょっと僕の実力じゃここまでかなって感じです。ああ、もうかなりここの洞窟難しそうっすね。何回もやってやられながら進む感じになりそうですね。レベリング上げはちょっときつい気がしますが、はい、長時間までお付き合いくださりありがとうございました。それでは失礼します。バイバイ。